社会人の俺、田中優斗は独身だった。彼女はおらず、できる気配もない。20代も後半に入り、学生時代の友達は続々と結婚する中、一人取り残されていた。そんな俺の独身っぷりをいじってくる女子社員がいた。田中くんは今日もお昼はコンビニ弁当か。君の同期の高橋くんは愛妻弁当を持ってきてるっていうのにね。うるさいな。コンビニ弁当だって企業の愛が詰まってるわい。彼女、伊藤七海は俺の同期の女子社員だ。東大卒のエリートで、社内切っての有能社員でもある。容姿も端麗で、社内外の男性社員たちから誘いを受けている。もっとも本人はそれをあっさり流しているが。冷えたコンビニ弁当をもそもそ食べてるのを見るとなんだか不憫だし、なんだったら私が愛妻弁当を作ってきてあげようか。1回5000円で。ふざけんな。そんなもんすぐに破産するわ。そもそも愛ってのはお金で買えないものなんだよ。5000円で買えてたまるか。愛を知らない人間に愛を語られてもね、説得力は皆無でしょ。ぐっ、そう言われると何も言い返せない。お前それは禁止カードだぞ。というかそういうお前は知ってるのかよ。まあ少なくとも田中くんよりはね。私のモテっぷり知ってるでしょ。そうだった、墓穴を掘ってしまった。とりあえず今日の夜飲みに行こうよ。花の金曜日だけど彼女もいないし、どうせ予定もないでしょ。失礼な、予定くらいあるわ。家に帰って積んでたアニメを見るっていう予定が。それ別に明日でもいいでしょ。いろいろと仕事の愚痴が溜まってるからさ、付き合ってよ。俺はお前の愚痴を吐き捨てる場所じゃないぞ。田中くんは頭いいし、ダメなところはダメって言ってくれるでしょ。他の社員の人じゃ話合わないし。仕方ないな、分かったよ。俺は伊藤さんと夜遅くまで話し込んだ。彼女の愚痴を聞いたり、俺が愚痴を話したり、いつものように独身をいじられて、それに対して返したり、伊藤さんにからかわれるのは俺にとっては楽しい時間だった。翌日の休日、俺は男友達と遊びに行っていた。おい見ろよ田中、おもちゃの結婚指輪が売ってるぜ。お、ほんとだ、よくできてるな。パッと見は本物と見間違えそうだ。そういえば田中、女子社員にからかわれてるって言ってなかった？ああ、伊藤さんな、俺の独身っぷりをいじってくるんだ。その子におもちゃの指輪を渡してみたらどうだ？いやいや、そんなことしたら今まで以上にいじられるだろう。まあでも話のネタにはなりそうだな。田中くん、休日はゆっくりできた？ああ、友達と温泉に行って羽を伸ばせたよ。友達っていうのは男友達？女友達が俺にいないこと知ってるだろう。あ、そうだ、伊藤さんに渡したいものがあるんだ。渡したいもの？ああ、わかった、お土産でしょ。へえ、田中くん結構気が利くところあるじゃん。いや、お土産じゃないんだけど、とにかく渡したいもの、これなんだけどさ。そう言うと俺はおもちゃの指輪を差し出した。ちなみに俺の想定ではこうなるはずだった。何これ、おもちゃの結婚指輪？これを私に渡すためにわざわざ買ってきたんだ。田中くん面白いね。そうだろそうだろ。しかし、え、これって田中くんわざわざ私に買ってきてくれたの？ああ、そうだよ。おお、もっと軽いリアクションだと思ってたけど、思った以上にびっくりしてくれてるみたいだ。この指輪を見つけた時に伊藤さんに絶対プレゼントしたいと思ってさ、どんな顔をするか見たくて買ってきたんだ。へえ、田中くんが私のために。まさかこんなサプライズをしてくれるとは夢にも思ってなかったよ。あ、ごめんね、いきなりすぎてまだ飲み込めてなくて、田中くんが望むようなリアクションができてるかわからないけど。いやいや、確かに想定してたリアクションとはちょっと違うけど、俺的には大満足だ。いやー、指輪をもらった時の伊藤さんの驚いた顔、今思い返してもよかったな。けど想定ではもっと笑ってくれると思ったのに、そういう感じではなかったな。まあ驚いてはくれてたけど、まるで本当に結婚指輪をもらった時のリアクションみたいだったなんてな。異変はその翌日の昼休みに起きた。田中くん、お疲れ様。今日も相変わらずお昼は冷めたコンビニ弁当？ああ、そうだよ。朝は買い忘れたから今から買いに行くつもりだ。毎日それは健康に悪そうだね。そういうことなら、はい、どうぞ。え、これは愛妻弁当、田中くんに作ってきてあげたの。栄養バランスと美味しさが合わさった伊藤七海シェフ一押しのお弁当だよ。ちょっと待ってくれ、なぜ伊藤さんが俺に愛妻弁当を？そうか、わかったぞ。昨日指輪を渡したから新婚乗りを仕掛けてきてるんだな。となるとここは乗るとするか。ありがとう、じゃあいただくことにするよ。うん、食べて食べて。おお、めっちゃうまいな。そりゃ朝早くから起きて一生懸命作ったからね。そこまでしてくれてたのか。でも伊藤さんと結婚した相手は幸せだろうな。もうそういうことを会社で言わないで。
待ちに待った定時になり会社を後にしようとした時だ。田中くん、この後一緒にどう？伊藤さんに飲みに誘われた。そうだな、今日はなんだか飲みたい気分だし、一丁待ちに繰り出すとするか。伊藤さんと時間を過ごした。けれどその中で俺は違和感を覚えていた。普段なら楽しげに仕事の愚痴を話してくれる伊藤さんだが、今日はなんだか塩らしかった。まるで意中の相手と過ごしているかのような。もういい時間だし、そろそろ帰るとするか。え、まだいいじゃん。いやでも終電なくなるぞ。タクシー呼ぶとタクシー代もバカにならないだろう。別に呼ばなくてもいいよ、終電も逃していいし。え？私今日は帰りたくない。だからさ、田中くん朝まで一緒にいたよね、いいでしょ。伊藤さん、一体何を。伊藤さんの突然の言葉に俺は動揺を隠せなかった。いやでも俺たちは同僚だし。田中くんは私にプロポーズしてくれたでしょ、夫婦になるんだから別にいいじゃん。プロポーズっておもちゃの指輪を渡したこと言ってるのか。田中くんはお金ないからおもちゃの指輪しか買えなかったんでしょ。それでも私に思いを伝えたくてプレゼントしてくれたんだよね。これは俺が本気で伊藤さんのことが好きで指輪を渡したと思われてる。というか伊藤さんもまんざらでもない。今までずっと田中くんのこと独身いじりしてたけどさ、それって君に結婚してほしくなかったからつい言っちゃってたんだよね。本当はその私が結婚できたらなって思ってたから。そうなんだ。まさか伊藤さんがそんなことを考えていたなんて全く気づかなかった。だけど実はあれ冗談と言いますか、おもちゃの指輪を渡したら伊藤さんは笑ってくれるかと思って。だからプロポーズするために渡したわけではないというか。え、じゃあ私が勝手に勘違いして舞い上がってただけ。そういうことになります。そうなんだ。まあ私も今のは冗談だから、田中くんのノリに乗ってあげたっていうか。だから結婚したいとかそういうのも全部ジョークだから。ああそうだよな。そこから俺たちの間には若干の距離ができてしまった。けれど女子社員から伊藤さんが落ち込んでいると話を聞いた。やっぱり彼女の言葉は本気だったのか。それを知った今ただ黙っているわけにはいかない。俺は自分の気持ちを考えた上で行動を起こすことにした。週明け、俺は仕事終わりの伊藤さんを呼び止めた。会社近くの公園に連れ出すことに。伊藤さん、渡したいものがあるんだ。これなんだけど。これって指輪？しかもおもちゃじゃなくて本物？おもちゃの指輪を渡した時は冗談だったけど、今のこの俺の気持ちは冗談じゃない。俺は伊藤さんのことが好きだ。一緒にいてからかわれる時間が何よりも楽しかったから。だから俺と結婚を前提に付き合ってほしい。返事を聞かせてくれないか。別に嫌じゃないけど、あの時は冗談って言ってたけど、あれは強がってただけだし、私も田中くんのこと本当に好きだし、だからよろしくお願いします。ありがとう、これからもよろしくな。こうして俺たちは付き合うことに。伊藤さんは毎日愛妻弁当を作ってくれて、俺の部屋にも通うように。やがて自然な流れで同棲することに。今度結婚式を挙げることにもなっている。その時に彼女の薬指にはまっているのはおもちゃなんかじゃない、本物の指輪だ。